キックオフです。サイドを紹介します。向かって右側がナイジェリア、左側がカメルーン。
前線です。サイドよく動いてますね。しかし追いかけるこられます。かなり動いてきますね。ここで長い笛、前半終了です。エンドが変わって右にカメルーン、左にナイジェリア。エースをうまく使おうとしますね。ゴール前を固める。同点のチャンス、相手に当たった。もう一度なら、素晴らしいディフェンス。カメルーン、ここからの攻撃になります。攻めきれませんでした。正義に行く、中にスッと入ってきますね。右足シュート。さてコーナーキックに変わります。ここは何としても決めたいところですね。ショートコーナー、細かいボールの奪い合い。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ファール。チェックに回る。さあ、いけるか。右サイドからのポイントです。ナイジェリアチャンスです。さあ、ボールが入ってくる。よく守っている。波状攻撃だ。わずかポストの左。さあ、北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。いや、いいですよ。こういったシュートは相手のディフェンスラインを上げるという作用もありますからね。時計は後半の15分を過ぎました。中にいる選手が少ないぞ。追っていく。うまく受けました。いいマークでしょ。ダイレクト。ここで流れをつかみたい。後ろからのマーク。中に誰か来てますよ。守りが固い。左へ出した。チェック。横へ動きます。左サイドだ。さあ、固まっている。チェック。このサイドよく動いてますね。そのまま行く。左サイドからのコーナーです。ここで選手交代でしょうか。そうみたいですね。調子悪かったですからね。まあ、リードしていてもそういった状況をチーム全体に知らせてるんだと思いますよ。両者ゴール前を固めます。チェック。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。北澤さん、カメルーン、はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。そうですね、5-4-1のフォーメーションですよね。でもこう見てると相手から良くなっているように見えますね。シュートチャンスも増えてますからね。ああ、そうですね、動きが良くなっているようです。チェックに回る。このシュート、
に誰か来てます。正義に行く、行くか、これはシュートする。あっと選手を変えてきます。さあナイジェリア、さあ中盤の選手を変えてきました。これはですね、中盤の守備をしっかりさせようということですよね。そしてね、いざとなると展開力もあるんですよね。中にスッと入ってきますね。ここで笛です。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。ちょっと待ってください、両チームともにここでメンバー交代するようです。やっぱりリードしていることもあってね、逃げ切ろうということなんですよね。シュート、まだいく、ディフェンダーに当たった。中央から走り込む、一瞬中を見た。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ナイジェリア、ここはしっかりと守りました。サイドからいい上がり方をしますね。チェックに回る、ここ止められましたけどね、これでいいと思いますよ。はい、いい形でした。